ロスト海岸はアメリカ合衆国カリフォルニア州北部海岸のメンドシーノ郡とハンボルト郡にあり、ほとんど未開発の地域である。キング山脈も含んでいる。この地域は1930年代に過疎化が進んだためにロスト海岸と名付けられた。それに加えて、この海岸地域は海岸に迫る山脈の険しさと地形に伴う難しさのために修道や 軍道の建設者にとって地域に道路を通すための費用を高くつかせており、カリフォルニアの海岸でも最も未開発な状態のままになっている。ロスト海岸は大まかにメンドシーの軍のロックポートからハンボルト軍のファーンデールの範囲である。カリフォルニア州道1号線はその前線の大半で海岸に大変近く走っているのがロスト海岸の南端のロックポートから内陸に入り、 レゲットでアメリカ国道101号線に合流している。北端のファーンデールではカリフォルニア州道211号線が始まり、ファーンブリッジのアメリカ国道101号線に向かう。カリフォルニアの通り、高規格道路高度511節では、州道211号線はロックポート近くの州道1号線から、ファーンブリッジ近くの国道101号線までとされているが、 ファーンデールより南の部分は永久に観光されそうにない。この地域初期のヨーロッパ人開拓者は生川を舐めして比較製品にするためにタンオークの木肌の採取を始めた。木肌の収集者はウサルクリークの北支流水源にあった泉の周辺にケニーと呼ぶ小さな集落を作った。1884年に木肌を船積みするためにベアハーバーに桟橋が作られた。 ベアハーバーとイールガー鉄道が1896年に合併し、その桟橋とイール川南支流のアンダーソニアに建設された製材所とをつないだ。鉄道駅の場所は近くのホテルと酒場の所有者にちなんでムーディとお名付けられた。ロスト海岸にあるアンダーソニアの町、アンダーソン渓谷及びアンダーソン崖はその製材所の所有者。 ヘンリー・ネフ・アンダーソンにちなんで名付けられた。アンダーソンは1905年に建設工事の事故で死んだ。製材所と鉄道の運営はアンダーソンの死後に衰退し、施設は1921年に解体された。1889年にウサル・レッドウッド会社がウサル・クリークの加工に製材所と1600フィートの桟橋を建設した。 ウサルの企業庁が製材所の周りに建設され、材木を運ぶ鉄道は、ウサルクリークの3マイル上流まで延伸された。1902年に起こった火事で、その製材所、学校、倉庫及びウサルクリークにかかっていた軍の橋が破壊された。鉄道は廃線になったが、ホテルを含めいくつかの建物は1969年の火事で焼けるまで残っていた。 険しい地形と海岸に船を経流するには、不向きな条件のために、ジャッカスクリーク流域の伐採作業が遅れていたが、その後内燃期間を利用した輸送が可能になった。1948年から1959年にかけて伐採のために、ウィーラーの企業庁が建設されていた。1975年に、新京音源聖地州立公園が、 ロスト海岸の土地の買収を始めた。ロスト海岸の土地の大半は連邦政府が所有しており、1970年には6万エーカー以上の土地がキング山脈国立保護地域に指定された。ハンボルト郡の小さな町、シェルター後部、ホワイトホーン及びペトロリアは険しい地形と遠隔の地であるために、静かな休息の場を求める人々には人気がある。 ロスト海岸はその黒い砂鉄海浜で知られており、それは一つの大陸プレートと二つの太陽プレートが、沖合でぶつかる、地殻活動から生まれた色である。北緯40度34分34秒成形124度15分50秒、北緯40.57611度成形124.26389度、40.57611-124.26389。 ありがとうございます。